チャンネルクララをご覧の皆様、こんにちは。素早く学ぼう歴史人物伝第4夜最終回です。ルイ16世をお送りいたします。倉山先生、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。だいぶセクシーが板についてきたから違ったな、なんだっけチャンスですよ、チャンスですよ、はい、みたいなね、はい、はい、そんな暗証番号をするやついないだろうね、はい、ちなみにあの本編では船酔いでしたねよく覚えてますね。だってですよ、もうこの本書くときも本当頭蓋骨痛くなってて、はい、いやこれ実はなんですけど、うん、なんでかなと思って整体に行ったら、うん、あの集中してて奥歯噛み締めててその痛みが頭蓋骨いってた。へえ。嘘だらけシリーズって年2冊書くと死ぬって。先生マウスピース買わないとね、うん、みたいな感じで、うんうん、いろいろと対策はしてましたけれども、はい、お疲れ様でございました、はい、はい。でですね、もうなんで嘘だらけの日仏ね、いや、やろうと思ったかというとですね、はい、もうこの人の名誉回復ですよ。はい、1年前に言ってらした宣言し、ね、まあ、よく言われるのが、はい、チビ、デブ、ブサメン、うん、そして不能で手術した、うん、何ができなかったんだと何ができなかったんでしょうね。ね、あのマリー・アントワネットがね、あのイケメンのフェルゼンとね、うん、あの浮気してもいい理由にされてしまってるわけですよ、ね、こんなチビでデブでブサメンで不能なね、イカ略の男、はい、もう浮気されて当然だみたいなっていうふうに小説では書いてありましたよね、はい、有名な小説では。あのステファン・ツバイクのね、はい、マリー・アントワネットというね、うん、あのベルバラの元ネタ、そうなんですよね、あれ全部嘘です。実はまさに嘘だらけシリーズのですね、あのもう真骨頂、はい、あのまあ私じゃない先生が、うん、あのオルレアン大学の名誉教授の先生が、ね、はい、書かれておりましたけれども、もうすごい勢いでドゴールと一緒に並んでるんです、フランスの英雄として、シリーズとして、はい、ルイ16世がいかに名君であったかということを証明するための一冊みたいなのがあって、はい、世界の傑物っていう、はい、ドゴールとルイ16世が並んでるシリーズなんですけど、へ、うん、でですね、まあ、まず通説ではチビって言われますね、一個一個いきますね、はい、身長192センチ、全然違う、192センチをチビって言えるのってアンドレ・ザ・ジャイアントぐらいいや2メートル23センチ256キロ、はい、うん、まあ、アンドレ・ザ・ジャイアントもフランス人って設定でしたけど設定でしょ知らないプロレスラーの国籍なんてデタラメに決まってるんだよ。あ、そうなんですか、はい、でデブに関しては、まあ、ある種遺伝はあったんですが、うん、あの筋肉質ではありました、はい、でブサメンってね、主観の問題ですからね、うん、でもあの心優しい一人の妻を愛する人、うん、でですね、あのじいさんがルイ15世って先代どうしようもない鹿の園とか作ってた男だったじゃないですかはい、その反動で敬虔なカトリックの信仰に生きて、うん、で若かったんで、あの普通だったと、うん、別に遅れてたわけでもないし、そもそもですね、不能 で何ができなかったかともかくね、はい、不能で手術してできるようになったと言われますが、はい、それも書いてありましたね、はい、そんな手術は存在しないらしいです。マジでですか、はい、皆さんステファン・ツバイグに騙されています。マジでですか、私も騙されてました、ベルバラも騙されてましたみたいな話やね、はい、まあ、読んでいただきたいんですが、よく、まあ、スラッとほっそりとした背の高いマリー・アントワネットに、うん、チビでデブなブサメンの旦那が並んでるみたいなあるんですけど、うん、当時からなんだかよくわかんないけど、そういう風な印象で語られてる。あ、なんか、うん、フランス革命当時の風刺画で、そういうなんかマリー・アントワネットが、うん、尻に敷いてるみたいな絵があったそうなんですよ、うんうん、それがずっと続いちゃってるんじゃないかってというのもあるし、で、あの外国の外交官なんかの手紙でも残ってたりはする。だ、背の高い人って猫背になりがちじゃない。あ、はい、にしてもね、192センチをチビって言っちゃう、うん、猫背になっても相当高いですよあ、みたいなね。僧侶冬美さんはその辺忠実に書いてました。はい、ね、あのベルサイユ宮殿監修なのに一巻では途中で打ち切りになってしまったマリー・アントワネット協会監修とか言って、ベルサイユ宮殿監修じゃなかったっけ、あれマリー・アントワネット
教会の、うん、もう見てたかもしれないですけどね、はい、はい、さてというふうにですね、ルイ16歳いきなり見た目から全部嘘、はい、ね、でどんな人かっていうとですね、まあ、フランスのまあ王太子ですね、はい、でですね、はい、まあ、何がすごいっていうと、アメリカ独立戦争の勝ち方がすごいんですよ、うん、でこれが財政難になってしまったんでフランス革命が起きて、はい、まあそれは功績として認められないみたいな扱いになってるんですけど、うん、でフランス革命が起きたら最後ギロチンにかけられたというのがざーっといったところですけどね、はい、はい、マリー・アントワネットと結婚したなんて大変な人生だね、はい、なんですが、はい、さてこのアメリカ独立戦争ですね、はい、ルイ16世どれくらいすごかったかっていうと、うん、7年戦争でフランスはもうボロ負けしたわけですよ、はい、ウィリアム・ピットに。でまあ世界の覇権国家の地位はイギリスに持ってかれて、うん、ボロボロなわけですね。そこから立て直そうと、はい、言ったのが、まあ、ルイ16世なわけですよ、はい、でですね、まず財政改革を断行します、はい、で王室財政を簡素化して、で全部海軍作るのに金を注ぎます、はい、しかもなんと赤字で書いちゃいましたが増税抜きできるんですね。だから防衛費5兆円増額の話じゃない、うん、だって例えるならば今の安倍さんが増税しないで、うん、アメリカ海軍と同じだけの海軍持ったみたいな話、うん、大したもんですよ、はい、まあ、フランスもそこそこあったから日本の海上自衛隊ぐらいあったんですよ、はい、で世界最強の大英帝国に対抗できるだけの海軍を作ろうと、はい、まあ、その時フランスとは絶対組もうねみたいなことは考えていたんですが、うん、何が大事って増税抜きでやったと、うん、庶民への増税抜き、貴族にはやるんですけど、はい、特権階級なのがよこせって、うん、っていうね、もうこれだけでいきなりね、うん、特質対処しちゃうね、メイ君、メイ君です ね、 なんね。で2つ目にですね、まず反乱軍の実力を見極めようと、はい、だアメリカ独立戦争だって起こしたジョージ・ワシントンたちが本気で対抗できるかどうかずっと見極めてます、うん、はい、でラファイエット将軍っているじゃないですか、はい、彼はルイ16世の了解を得て、ジョージ・ワシントンと会ってます。うーん、で、ワシントンが根性あるっていうんで、まあ、見極めて介入するわけですね、はい、アメリカ人ってアメリカ独立戦争自力でイギリスに勝ったとか寝ぼけたこと言ってますけど、何言ってんだよ、嘘だらけのね、はい、あれ第一作日米からね、はい、言ってますけれども、そんな大嘘だと。あれは英仏戦争ですから、はい、うん、アメリカ人なんて、ね、逃げ回ってただけなんで、はい、うん、まあ、根性を出して戦って滅ぼされなかったと、殴られても耐えてたと、うん、まあ、逃げ回ってイギリスを疲弊させるっていうのはすごい大事なわけですね、はい、うん、でそれで、その間もスペインとの全面的同盟を結び、フランス海軍力は増強し続けると、はい、うん、で武器支援ルートを確立するんですけど、トンネル会社作るん、トンネル会社、その中立国じゃないですか、はい、イギリスとアメリカの戦いに関して、はい、フランスって最初、はい、で中立国だからアメリカに直接武器渡すわけいかないから、そういうトンネル会社作って横流し、はい、うん、最初から狙ってやってるんです、はい、初手からアメリカ独立戦争はルイ16世の戦争なんです。ああ、そうなんですか。でその中小ルートの確立っていうのがすごい大事で、はい、武装中立同盟っていうのもできるんですよ、うん、つまりイギリス軍っていうのは味方じゃないやつの船は片っ端から襲って奪うみたいな、まあ、海賊ですからねロイヤルネイビーって、うん、でそれをやられたくない中立国が武装中立同盟っていうのを結んで、フランス寄りの中立なんですよ全員それ、はい、でフランスのヨーロッパの全ての国がフランスの同盟国かフランス寄りの中立になっちゃう、うん、でもうイギリスは完全孤立、うん、で大西洋を渡って援軍を送れなかったんで、うん、大陸で最終的にイギリスは負けましたみたいな話、まあ途中からフランス、スペイン陸軍も送って、はい、イギリスと戦ってんですけど、うん、まあ結局イギリスの方が送れなかったと、うん、そこまで言いますよね、はい、なんとドーバー海峡に常に軍隊を集結させていつでもブリテン島を狙えるようにして、ああそうなんですか。だから大陸に送るどころじゃなかった。うん、実はあれはルイ16世の狙い通りな。
すごい頭のいい方だったんですね。メイ君ですよ。ねえ、ね、でこれで大人気。まあ結局金はなくなったんですけど、あとも本当文字通り国際法を、ま、守ろうとしてて侵略は良くないみたいなんで、うん、はい、でそれでアメリカに自分の領土を持とうとしなかったみたいな話ですね、うんうん、で結果的に今我々の目から見て植民地って儲けがないってことになってますけど、うん、はい、もしあの時ルイ16世がアメリカに植民地取り返していてたらフランスの財政難もっとひどくなった可能性もある。だからもうアメリカ独立戦争というのはルイ16世の完璧な勝利なんですよ、はい、で国民の人気も絶大です、はい、じゃあなんでギロチンかけられたかっていうのが大事な話なんですけど、はい、世間ってあの国王貴族対民衆と思ってますよね。私も思ってました。はい、バスチュー監獄襲撃から始まるじゃないですか、はい、うん、国王陛下万歳で始まってます。そうなんですか。はい、実は、はい、うん、本当のこと言うとそれがいつの間にか、はい、あの国王ぶっ殺せになってしまう。はい、で第一身分第二身分第三身分っていうじゃないですか、はい、幹部聖者派遣じゃないですよ何それ。え、いやいやいや、あ最後が派遣ってくるんだ。いや、派遣のオスカルっていうね、田中玲奈主演の松田直子さんの漫画があっていや、あのオスカルの声が聞こえるドキュン少女の役を田中玲奈がやってて派遣社員がそうなんだ我々は第三身分だとか言いながら三部会を開けとか言って重役会議に乗り込んでいくみたいな面白いその漫画派遣のオスカルで泣ける漫画ですよ結構、はい、うん、ね、まあそれはさておき。で、第三身分が庶民って言われますけど、まあこれ基本的にブルジョアです、はい、あの本当の貧乏人革命なんかできませんので、うん、で第二身分はみんなが知ってる貴族なんですよ、はい、第一身分が誰か、うん、僧侶なんですね。はい、でフランス革命描いた的の本だと全部この僧侶の役割って書いてるんですけど、うん、本当はただなぜかそこが重視されてなかったりする。うん、でフランス革命っていうのは国王陛下万歳坊主どもをぶち殺せ。そうなんですか。そう言ってたんですか。はい、坊主どもをぶち殺せ。いやだから坊主どもは最初革命に協力して財産差し出して、はい、うん、あのとばっちり来ないように必死なんっていう話はね細かくなりすぎるんでいいんですけど、はい、で国王陛下万歳がいつの間にかフランス国家万歳に変わってたりする、うん、だってあの宮殿にあのおばさんたちが乱入してで近衛兵殺しながら国王に面会強要するっていう事件があったりするじゃないですか、はい、国王陛下万歳って言いながら殴り込んで近衛兵見たらフランス国万歳って殺しながらで実際国王と面会した国王陛下万歳って言って、はい、で拉致する時にはフランス国万歳と。うん、だから国家主義っていうのは実は危険思想だった。そうなんだ。立憲君主制というのもって最初この時のフランスでは危険思想だった、うん、っていうですね恐ろしい話がですねありますんでですね、もうあとはこれも読むしかないですね本当。へー、フランス革命の首謀者その標的はってすっげえ気になりますね。うん、だからいつの間にかルイ16世は殺されてしまったと、はい、であの結論から言うとあのルイ16世ってフランス歴代国王の中で最も心優しい、うん、誰よりも国民を人民を愛した君主だったんですよ、うん、であるがゆえに殺されてしまった、うん、だって歴代王様みたいな暴君だったら逆にこうはなってないんですよ。力で、うん、あの叩きつけなかったんで、あの国民議会があの小作人いるじゃないですか、はい、小作人に地主の土地をあの買い取らせようみたいな法案、うん、地主から財産没収だみたいな法案出した時に、はい、いやそのこと言ったって財産ない小作人でねあの後で大変になるからってそもそもそんな金ないんだから買えないでしょみたいなこと言ってあげるみたいな、うん、解明的な、うん、ものすごい頭がいい人だったんですが、はい、であるがゆえに殺されてしまった。そんな人がいてもらっては困るっていう勢力がいた、うん、で貶められるような印象をつけられちゃったんですっていうことなんです。徹底的に貶めなきゃいけない。でそれってやっぱり今のあの北京テルにまでつながって北京テルいや本当そうなんですよ、はい、だってロシア革命ってフランス革命の焼き直しですからね、はい、
でそのロシア革命の影響で今も世界は苦しんでるわけですよ、うん、まだ地球上に共産主義国家ありますし、はい、日本の隣にまだ2つあって数えようによっちゃ3つですからね、はい、っていうのはやっぱりこのフランス革命から洗い直さないと今の世界の流れが見えないんですね、うんうん、あとこっから先はね本読んでもらわないと、あのねネットでね簡単に言える話じゃない、うん、すごい長くて難しいんでね、ちゃんと本読んで勉強してくださいねってことですね。はい、じゃあ、歴史人物伝、歴史人物伝ですね。はい、ということで今夜で終わりですので、はい、またねあの、うん、時々やる、思い出した時にやる番組ですね。今回ね、はい、秋吉さんの趣味で、ね、フランス趣味全開になっちゃったね、はい、私の趣味が実は、ね、全く入ってないから、ね、お聞き苦しいところが、私にやらせたらリシリューとかタレーランとかドゴールですか、うん、はい、ということでまた